はい、こんにちは、こんばんは、たかです。今週は水曜日に CPI、木曜日にそれを否定する動き、金曜日はそこからトレンドと、結構まあ難しい環境だったように思うんですね。来週の注目は水曜日の FMC、一旦この CPI で、決着ですね。 0.25% 下げ、これで決着かと思われたんですけども、ただ現時点では 50% 対 50% と拮抗しています。ということは、0.5% 下げ、まだ半分しか織り込んでないんですね。もし 0.5% 下げになってくると、もう一段のドル売りも進むかもしれません。まあ、水曜日まで全く材料がないということもないと思うんですよね。突発的に出てくるような材料なども注意はしたいところですね。ではチャートの方を見ていきたいと思います。まずドルストの3通貨からですね。こちらがユーロドル、4時間足にシワシワ重ねています。今現時点でのドルというのがね、相当まあ弱さが出ている、まあ、0.5% の利下げというところを若干織り込みに行っているところがありますんで、まあ、これも仕方がないところあるかなと思うんですけども、まあ、そういった環境があるわけですから、ドル層を見ていくと底堅い環境があるんですね。ただまあそもそもの環境なんですけども、こちら週足ですけども、高値を抜けてきてるんですね。ユーロが強い上昇トレンド、ただ今は流れが止まって調整局面、調整ですからレンジを疑う、このレンジを見ていく際に今週ですけども下を振った動き、サポートの強さが見えてるんですよね。さらにここをレンジと見ていくんであれば、今のこの現在地はまだレンジの安値圏ですよね。来週さらなるドル売り、進んでくると、このレンジの高値を目指す環境は出てくるかもしれませんね。もちろんこの 0.5% の利下げというところを若干織り込みに来た結果のまあサポートだと思うんですね。ですから 0.25% になってくると、これはドル買いという結果になってしまうかもしれませんので、これはもう結果を見てみないと何とも言えないんですけどもね。ただ現時点で見えている景色は、やっぱり調整局面のサポートはまだ効いている状況、さらに現在地は安値圏という環境なんだとは思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても強い上昇トレンド、ただこの押しが結構深いですよね。環境としては高値抜けてきてますから、押し目買い環境はあるかと思うんですけども、高値から見ていくと下落のトレンドも同時に見えています。特に金曜日ですね、戻りが入っていますけども、まだこれも高値抜けてないですからね。戻り売りが入ってきて、安値を更新してきてもおかしくはない環境もここにあるわけですね。押し目買い、戻り売り、どちらもがまだ崩れていない。ただ、まあ、重要な高安は見えてますからね。高値が 1.11 の20あたり、安値が 1.10 少し超えたところ。来週のドルの利下げの結果というのが出てくると、これも決着になってくるかもですね。それまでは、この高値圏、安値圏を、まあ、意識して見ていくということにもなってはきそうです。そして、まあ、最後にこの今の現在地ですね。大事な高安の、まあ、ちょうど真ん中あたりと、まあ、環境としてはすごく難しい環境ですね。何も決着はついてない状況で、まあ、上にも下にも動き得るということにはなってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンドドル、4時間足に一緒に重ねています。こちらも強い上昇トレンド、ユーロよりもチャートの強さは感じますかね。ただ現在は流れが止まって調整の動き、今週ですけども長い下ヒゲをつけています。結果的にはこのあたりのサポートがこれで見えたことになりますかね。現在地調整レンジを見ていく場合はレンジの安値圏、これだけのサポートの強さが見えてるんであれば、まあ、高値抜けるかどうかはわからないにしても、高値までの上昇はまあこれは想定しておきたいですかね。ですから、まあ、ユーロを見ても、ポンドを見ても、環境としてはやっぱりドル売り環境が見えているかなというふうに思えてしまいます。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。ただ、冷やしを見ていくとちょっと景色が違うんですね。上昇の押し目買い環境がある一方で、まだ高値からのこの売りのトレンドも崩れてないんですね。特にこう、木金と戻りが入っていますけども、戻りの高値まだ抜けてないですからね。このあたりで流れが止まって、また売りが入ってくれば、青い下落トレンドは継続ということにもなります。ですから、赤い上昇トレンド、青い下落トレンド、これが両方混在している状況です。ですから、まあ、重要な高値、もしくは安値、抜けてくると、まあ、決着ということになってくるわけですけども、決着ついてないわけですね。さらに、現在地、レンジの真ん中。まあ、えらく中途半端なところで、止まってしまったなといった感じがしますね。まあ、利下げ幅というのが現状イーブンですからね。0.5% 下げというところをこう織り込みに行くにつれて、まあ、ドル売りが出てくる。0.25% を織り込みに行くにつれてドル買いが出てくるといった環境になってくるんじゃないかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、4時間足に一緒に重ねています。こちらも週足環境、つい上昇トレンドは見えてはいるんですけども、5ドルだけがちょっとこう景色が違うんですね。まずは高値、これまだ抜けていない状況です。ただ今週はしっかり陽線が立っています。5ドルも今週は強かったですね。ただ9月に入ってからの5ドルというのはそんなにやっぱり強くはないんですよね。結果的にポンド、ユーロ、このあたりと比べても、もう明らかにこう上値の差が見えています。
ですから上位足の環境に沿った流れを見ていこうと思うんであれば、ドル買い環境においてショートを狙っていきたいということになってはくるかと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと上昇トレンドの調整局面ですね、押し目買い環境がある中で、高値からの下落トレンドが同時に見えていると。今週戻りが入りましたけども、戻りの高値抜けてないですからね、どこかでこう戻り売りが入ってきてもおかしくないような環境はあるかと思います。この冷やし環境だけを見ていけばドルスト3通貨、全部似たような環境なんですね。そんな中でも、唯一こう上位足を見ていくと、5ドルドルだけはもう環境としてやっぱり弱いですからね、ドルが強い環境においてはこの5ドルドルは注目はして、ショートですね、狙っていくというところにはなってくるかなというふうに思いますね。はい、ではこの後クロス円の3通貨を見ていこうかと思いますけども、円が相変わらず強いですね。特に水曜日、CPI のあった日に少し円売りの環境もね、若干見えたりもしたんですけども、木曜日金曜日で、再び円が強くなってきています。結果円は高値を更新、ドル売り環境なんかもね、合わさっての環境だと思いますけども、円強いですからね、来週も基本的にはこの環境を継続して見ていこうかなと思います。これを踏まえて、各チャートですね、まずこちらがユーロ円4時間足に収縮を重ねています。今週しっかり陰線が出てるんですけども、ポイントはその前の週だと思いますね。この陰線、これがサポート、安値を割ってきたということで、これでも終値ベースで2週連続安値を更新です。下落の波もしっかり見えています。このヒゲ先なんかをね、気にしている方もいらっしゃるかと思いますけども、強ければ今週も買い入っていたかと思うんですけども、そういう状況にはならず、事実に目をやると、明らかに円が強いという状況ですよね。来週も安値更新はしっかり見ていきたいということになってきそうです。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。このあたりのレンジから下の方に抜けてきたのが、これ先週の動きになりますけどね。それ以降かなり弱い状況が続いています。大きな環境でも戻り売りがもうしっかり入ってきている状況。なんだったらもう最近のね、終値ベースのこの安でも割り込んできていますから、もう流れは完全に下かなというふうに思います。ただもう少しこうアップで見ていくとね、このあたりは若干流れが止まってきてるんですね。そもそもが先週からの下落トレンドが続いていましたので、一旦の調整は疑ってみてもいいかもしれません。反発なんかこう強く見てるわけではないんですけども、流れが止まってくれば上がったり下がったりの調整の動き、特に来週は FMC を控えていて、まだこの利下げ幅というところもよく分かってませんのでね、買いが入ったり売りが入ったりという、この動きに振らされてしまうことはあるかもしれませんね。先ほどこう上位足を見てもね、やっぱり下への流れが強く出てますから、特にこう戻った場面においての戻り売りはしっかり見たいなというふうに思うんですけども、例えば今の位置だとこう安値に突っ込んできているわけでね、この位置から積極的に売っていくのかどうかというのは、これはちょっとこう慎重になってもいいように思います。来週は僕は調整局面をかなり疑って見ていこうかなと。現在地はおそらくこのままでいくと安値圏かなとも思いますから、目線はショートで見たいところなんですけども、売るにしてはちょっとやりにくいところから来週はスタートかなというふうに思います。はい、変わりましてこちらがポンド円4時間足に収縮を重ねています。ユーロなんかと比べると、下落を取るのはやっぱりこう円が強いですからね、見えてるかと思いますけども、ユーロと比べると若干強さは感じますかね。確かにサポートも割ってきてはいるんですけども、そこまで強くこう割り込んでるわけでもないです。これは先月末あたりからこのポンドが強かった影響が大きいのかなというふうに思いますけども、ただ言い方を変えれば、この強かったポンドですら安値を割ってきたということにもなりますから、それだけやっぱりこう円が今は強いということですね。当然これも戻されたら環境変わりますんでね、来週は FMC もありますから、このあたり終値ベースでしっかり見たいところですけども、ひとまずは来週もこの安値更新はしっかり意識して見ていくということにはなってきそうです。はい、ただこちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと下落トレンドの調整の戻り売りが今しっかり入っている状況かなというふうに思うんですね。ただこれも少しチャートの方をアップで見ていくと、確かにここ強い売りが入っているんですね。下落トレンドは見えてはいますけども、このあたり、特に週の後半あたりですね、一旦流れが止まってきて、調整の動きになってもおかしくないような、そういった動きにもなりつつあるかなと。すでにこのあたりに下落トレンド、大きなトレンドがありますからね、いつ流れが止まってもおかしくないような状況もあるのかなと思います。ただ上位足の環境からも安値更新はいつ起こってもおかしくないとも思いますし、目線としてもやっぱりショートは見たいところですね。ただ悩ましいのが今のこの現在地で、レンジを見ていく場合はもうここ安値圏ですから、ショートはやっぱり警戒してしまいます。戻りを叩きたいですね。ただ今の位置は、レンジを想定した場合は安値圏になってくるかと思いますから、すごく売るには売りにくい場所、来週はこういったところからのスタートになりますから、チャートもすごく弱いですからね、安値圏だからシンプルに買っていくというようなチャートでもないかと思いますけども、売るにしてもちょっとこう気を使う場所、
まあ、すごく神経質なところですからね、上がったり下がったりという動きも起こりそうで、まあ、こういった動きに振り回されないようにはしたいところですね。ポイントは水曜日の FMC だと思いますね。ただまあ突然この発表で動くわけではなくて、この発表があるがために思惑がまあ働いて、まあ、よく動いてくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドル円4時間心理収縮されています。こちらも下落トレンドもはっきり出てますね。戻り売りを見ていくような環境かと思います。終値ベースで安値を更新してきてはいますけども、ただまあちょっとこう悶ではいますよね。ただ今の環境が明らかに円が強いですからね、まあ、見ていくならやっぱりまずは安値更新ということになってきそうで、ただ戻りが入ってくるとここはサポートとして見られそうで、まあ、週足環境ですからね、この環境を受けて買いか売りかと見ていくわけではないんですけども、もしここがサポートとなってくると安値圏にはなってくるかと思いますからね、まあ、そこだけちょっとこう頭に置いておきたいですね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあ、冷やしを見ていくとやっぱり下落トレンドの戻り売り環境というのがやっぱり目に留まりますけども、ただやっぱりこのあたりですね、少しこうアップで見ていくとやっぱり流れが止まってきてるようには思うんですね。調整局面、まあ、調整なんであればやっぱりレンジを疑って見ていくということで、まあ、これもドルの環境に合わせて買われたり売られたり、こういう動きは出てくるかと思いますけども、現状はやっぱりレンジですかね。現在地はレンジの安値圏、まあ、基本的に円が強いですからね、まあ、売り場を探っていくというのがメインのシナリオになってくるかと思いますけども、ただ今現時点はレンジですからね、まあ、売っていくんなら安値ではなくて高値だと思うんですけども、今はレンジの安値、このあたりがまあちょっとこう悩ましいというか、まあ、今の現在地は少しこう手は出しにくい状況にあるかなというふうに思います。まあ、抜けてくればこれも話変わってくるんですけどもね。ただ今のこの環境なんであれば、まだこう慎重に判断をした方がいいように思いますね。はい、ということで、まあ、最後にこうドルを見て終わりたいと思いますけども、来週のポイントはやっぱりもう FMC だと思いますね。0.25% の下げになってくるのか、まあ、それとも 0.5% の下げになってくるのか、これでまあ一つの決着。例えば今はもうレンジですからね、しかも現在地もレンジの真ん中、折り込み具合も今はもう半分半分と。この環境というのを素直に受け止めていくんであれば、今のこの現在地から 0.5% の下げになってくるんなら、まあ、ドル売りは出てくるだろうと、 0.25% の利下げになってくるんなら、まあ、この位置からはドルは買われてくるだろうと、今のところは本当にこうどっちかがわからない状況ですんで、まあ、ちょっとしたニュースにこう反応もしてくるかもしれませんのでね。あとは円相場の方なんですけども、こちらもドルとの逆相関という環境が若干出てるかと思うんですね。なのでこうドルに買いが入ってくると、まあ、円は売られやすい、ドルに売りが入ってくると、まあ、円は買われやすい状況はあるかなとも思います。ですからまあドル層を見ていくにしても黒線を見ていくにしても、まずはこの FMC の結果ですよね。ドルがどうなるのかというのが、まあ、来週の大きなポイントかと思います。注目の FMC は水曜日の深夜になります。まあ、ドルもついに利下げですね。どうなるか、まあ、しっかり見ていきたいと思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。